我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。今回はクリップスタジオペイントの大型アップデートバージョン 2.1 がリリースされたのである。これまでクリップスタジオペイントは春にバージョン 2.0 への大型アップデートをしたのであるが、このバージョン 2.1 はスマートフォンやタブレットなどのサブスクリプション契約をしたものであれば自動的にバージョン 2.1 に PC、Mac 版の買い切り版を購入されている方はアップデートプランに加入している方だけが使うことができる新機能なのである。なのでアップデートプランにまだ入っていない方々にとっては 2.1 のアップデートがどの程度のものなのか、アップデートプランに加入する価値はあるのかと思っている方も多いであろう。なので今回アップデートバージョン 2.1 でどれだけ変わったのか、どのように便利に、そして時短になるのかなどの点を含め解説をしていこうと思うので、最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。またこのチャンネルではクリップスタジオペイントのアップデート関連に関する動画も多数投稿しておるので、興味のある方はチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。ではクリップスタジオペイントバージョン 2.1.0 がどのようなアップデートになったのかを解説していこうと思うのであるぞ。まずは大きな目玉として話題になったのが、 iPad や Android のタブレットなどを使っているいわゆるタブレット環境の時に先にスマートフォンで実装されていたシンプルモードが使えるようになったのである。シンプルモードについてスマートフォンでどのように使うのかというのについては、スマートフォン版のクリップスタジオペイントでシンプルモードを使うについては別の動画で解説をしておるので、そちらを見てほしいのであるが、改めて解説をしていこうと思うのである。今これがバージョン 2.1.0 にアップデートした状態のクリップスタジオペイントである。起動時これまで映っている画面というのはスタジオモードと呼ばれているのである。そこからシンプルモードに切り替えることで新たな UI に変更することができるのである。変更の方法は、画面左上にあるこのクリップスタジオペイントのアイコンをタップしたらシンプルモードに切り替えというメニューがあるので、こちらを選択しよう。するとこんな風に画面が出てくるので、とりあえず新規ファイルの作成か、これまで書いてきたファイルを開くと、このように全く違う UI が同じアプリ内で開くことができるのである。このシンプルモードでは使えるブラシの種類やツールなどが限られている分、クリップスタジオペイントをこれから初めて使う方、別のペイントソフトやペイントアプリからクリップスタジオペイントに移ってきた方などに非常に使いやすい UI になっているのである。なのでこうやって G ペンなので、ペンの使い心地なんかはもうこれまでのクリップスタジオペイントと変わらず、非常にサクサクと書くことができるであるし、右にはレイヤーが用意されておるので、プラスボタンを押せば新たにレイヤーが追加される。そして今書いていたレイヤーをもう一度クリックすると、こんな感じでレイヤーの不透明度の変更や合成モードの変更、そしてレイヤーの非表示や削除、クリッピング、透明ピクセルのロックなどを簡単に使いこなすことができるのである。で、画面の下にブラシサイズとそして不透明度、非常に直感的かつ使いやすいツールが画面内に収まっているのである。これまでのスタジオモードを使ったことがある方であれば簡単に使いこなすことができるであるし、クリップスタジオペイントをまだ触ったことがないという方、まず絵を描きたいという方にはこちらのモードがおすすめなのである。そしてこのシンプルモード、右上のメニューをタップすることでいつでもスタジオモードに切り替えることができる。ここでスタジオモードに切り替えを選択すれば、書いているレイヤーや環境そのままにスタジオモードに戻ることもできる。同じようにいつでもシンプルモードにまた切り替えることもできるので、自分の好きなタイミングでシンプルモード、そしてスタジオモードを使い分けるということもできるようになるのであるぞ。このシンプルモードについては近日別の動画で解説動画、そしてシンプルモードで絵を完成させ書き出すというところまでを動画にしようと思っておるので、クリップスタジオペイントで絵を描きたいと思っている方、描こうと思っているけれどもスタジオモードでの使い方が難しいと思っている方にかなりおすすめできるのがこのシンプルモードなので、解説動画を楽しみにしてほしいのであるぞ。次は
作品の作業時間の記録が可能になった点である。絵を完成させるまでにどのぐらい時間がかかるのか、マオもよく質問でいただくのであるが、まあこうやって動画で収録している際にはまあ大体このぐらいかのっていう風になるんだけれども、なかなかみんな普段描いているとき、こう作業をしながらだったり中断しながらだったり日がまたいだりってしているとどのぐらいで完成しているのかわかんない、4日かけて描いたから4日かななどとなってしまうことも多いであろう。そういう際に実際にどれだけの時間をかけて作業しているのかを簡単に記録に残すことができるようになったのである。ではまずいつもよく使っているキャンバスサイズで絵を1枚完成させてみようと思うのである。でこんな風にキャンバスを開いたらウィンドウの情報というパレットを開いてほしいのである。するとここに作業時間というのが追加されているのが分かったであろうか。ここで実際にパレットに絵を描いたり作業しているとき時間が記録されるというものなのである。ちなみに一定時間操作がない場合は記録は一時停止され、また作業再開時に記録を再開するということなので、ぼーっと画面を30分開きっぱなしにしていただけでは記録されないというのも嬉しいところであるな。ではちょっと実際に絵を1枚描き上げてみようと思うのである。よし、ということでイラストが完成したのである。イエーイ。というわけでかかった時間は現段階で0時間49分ということで、49分でイラストが描けたというのが割とこうやって記録に残るのって面白いであるな。とまあこんな感じで自分が実際に1枚の絵を描くのにどのぐらい時間をかけたのかというのを簡単に見ることができるのであるぞ。では次に追加された新たな機能を紹介していこうと思うのである。それが透過ジフアニメーションの出力に対応したである。今なちょっと簡単ではあるんだけれども、こんな感じで頭の部分のエフェクトがこうパーって動いているアニメーションを作ってみた。でレイヤーの用紙っていうのを非表示にしているので背景は透明になっている。ただこれまでのクリップスタジオペイントでは背景が透明ないわゆる透過ジフアニメーション、背景などがないアニメーションを書き出すことができなかったのであった。ただバージョンアップをしたことでアニメーションジフの項目を選択すると出力設定の部分に背景を透過が追加された。なのでこれを選択してよいしょ、出力をすればファイルを開いてみるとこんな感じでちゃんと背景が透過しているのがわかるであろうか。これで様々なアニメーションや素材作りで外部のアニメーションソフト制作を使わなくても背景が透過されている GIF アニメーションを簡単に作ることができるようになったのである。これは地味に嬉しい機能だなと思っておるであるし、アニメーションを作ったりそれをウェブで発表したりする方々にも今までなんでなかったんだろうというレベルで欲しかった機能だったので嬉しい機能だと思うのであるぞ。これは一見地味なアップデートではあるが非常に使い勝手が良くなったアップデートなのである。それがテキストツール周りのフォントの検索もしくは使い回しが良くなったというところである。まあ、どういうことかというとテキストツールを選択した状態でじゃあ字を入力しようといった時にこう我今フォントが349種類もあるのでもうどこに何のフォントがあったのかわー分からぬであるってなってしまってたんだけれども、まずフォントを選択した場合に最近使用したフォントというのが選べるようになった。ここを開くと最近使ったフォント直近の10種類が表示されるようになったのである。でしかもこの最近使用したフォントの上から一番新しく利用した、そして一番下が古く利用したものとして表示されるのである。
なので直近で使ったフォントをわざわざこうわーってまた選び直したりとかしなくてもここにすぐ表示されるので、かなり同じフォントを再利用や何度も使う際には時短になる機能になったのである。そして上に検索欄が追加されたので、ここでフォントを検索することもできるようになったのである。じゃあ魔王の大好きなラグランパンチを検索してみようと思うので、ラグランと入れたらこんな感じでラグランパンチが検索に出たので、ほい、選択をして打てば、こんな感じで自分の使いたいフォントをパッと選んで使えるようになったのである。これがあれば例えばデザイン業務であったり、漫画を描いている時のこうセリフ内のテキストを選ぶなどの作業が非常に時短になると思うのであるぞ。では次に紹介するのがタイムラプスのファイルサイズを軽量化である。バージョン 2.1 以降の環境でタイムラプス、例えばこんな感じで絵を描いている工程を動画として残すことができる機能、クリップスタジオペイントに導入されておるわけであるが、まあ、これを使うと、まあ、以前の講座動画でタイムラプス込みで作ったファイルはなんと 387.8MB と、まあ、めちゃくちゃ大きくなってたのである。だけれども今回作成したイラストのファイルサイズは 60.5MB。 一律で同じ書き方をしているわけではないが、こんな風にだいたい同じようなファイルサイズ、同じようなレイアウトを使った場合、大まかに 75% もファイルサイズが小さくなったのである。これはかなり驚きであるな。そう、結構このタイムラプスっていう機能を入れると100メガ超えたりとか、割とその容量がないタブレット環境や PC 環境でタイムラプスをしているとハードディスクや SSD を圧迫してしまうっていうので、なかなか使いにくかったり、使い終わった後は削除するということをする人が多かったが、このアップデートでもうそういうことをする必要がないぐらいファイルサイズが小さくなったのである。これも結構我クリスタのタイムラプス使ってショート動画だとか講座動画でいっぱい使ってたので、やっぱりなんだかんだ一つ作るために200メガとか100メガ超えたファイルがいっぱい出来上がったりとか、それを業務なので他の方にお渡しする際など非常に困っていたところではあったので、今回のアップデートでかなり軽くなったようで、それはすごく嬉しいなと感じたのである。このあたりはまだちょっと昨日アップデートが来た状態で収録をしておるので、何作か書いてみて実際にどうだったのか、もしくは使ってみて減ったり減らなかったりした場合もあるかもしれないので、そういうのがあった際には追って報告をしたいと思うのであるぞ。では次に、これはかなり嬉しいという方も多いと思うのではあるが、 3D デッサン人形の操作性がかなり強化されたのである。まあ、これまでもな、我は結構絵を描く際にこのクリップスタジオペイントの 3D デッサン人形をよく使っておったのではあるが、こう操作性が重たいとか思い通りにポーズをつけられないなどなど、他のポーズアプリと比べると使いにくいというご意見が多かった。ただ今回はよいしょまでこんな感じで 3D デッサン人形を読み込んで、あ、本当である。ポーズ付けをしたときちょっと分かりづらいかもしれないんだけれど、こう結構これまでフレームレートが低くてガクガク重たかった印象があったのだが、めちゃくちゃ軽くなっておるのである、操作性が。あー、すごいフレームレートが高くなっておるので、ちょっとこれ動画で見せると分かりづらいかもなんだけれど、非常に操作性が軽くなっておるであるな。結構この 3D デッサン人形を使っているときポーズ付けが重たいや処理がうまくできないというご意見が多かったのか、これはかなり軽くなったであるな。特にこう全体を動かしたりとかしてもすごいサクサクで綺麗に動かせるようになっているのである。で、他にもこの 3D デッサン人形は体型変更というのができるのであるが、これの処理が軽くなったということなのでちょっと見てみようと思うのである。今我はやや細身の痩せ型のモデルにしておるが、あー、本当だ。ドラッグして動かしたらすごいぬるぬる滑らかに動くのである。ひえー、簡単。これまでこういうのやってるとちょっとなんかゴゴゴゴってこう肩かくつきながら変更してたんだけど、これ処理がめちゃくちゃ軽くなったである。これはこれまでこういう機能だとなって言ってた方でもめちゃくちゃ嬉しいのではないのかな。うわー、すごい、何回でもやっちゃう。そして 3D デッサン人形のポーズを簡単に左右対称化できるようになったと。ポーズ対称化っていう項目が追加された。あった、ポーズ対称化。ポーズ対象化はサブツール詳細のところに追加されておるので、このあたりちょっと追加しておくと良いであろう。じゃあ試しに座っているポーズとかちょっと作ってみよう。よいしょ。
片方だけのポーズに座ってる時のポーズをちょっとつけてみたので、でこちらにある右半身のポーズを左半身にコピーするをクリックすると、おー、あっという間に椅子に座っているポーズを作ることができたのである。これは簡単。確かにこの機能があればこういう風に左右対称にしたいポーズ、もしくは例えば片方は全然違うポーズになってたとしても右半身を左半身にコピーすれば同じポーズを取らせることができると、逆に反対側のポーズを取らせるのもできると、はいはい。これは本当こういう 3D デッサン人形で左右対称のポーズを作りたいという際にめちゃくちゃ役に立つ機能であるな。 3D デッサン人形の操作性や動作の軽量化がなされておるので、これまでの自分の環境だとカクついて使えないなとか重たくて苦手だなと思っていた方も改めてやってみる価値は大いにあると思うのであるぞ。というわけでいかがだったであろうか。今回のバージョン 2.1 非常に有益かつこの機能が欲しかったというのが追加されたので、またこの他にも今回のアップデートはこの通り多数のアップデートが追加されておるので非常におすすめなアップデートだと言えると思うのである。またシンプルモードに関しては近々シンプルモードを使ったクリップスタジオペイント入門の動画を出そうと思っておるので、よければそちらも見ていただけると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。